はい、こんにちは、タイデンです。今日は、お休みで、沼津の部屋から静岡の牧屋さん方面まで行って旅をしてきました。はい、50過ぎにして、ローソンで見かけたかすみちゃんの DVD の1500円をクレジット払いで購入してしまいました。はい、で、あとはね、何を買ったかっていうと、まあこの加藤カプラー N、11-702番ですね、400円。これはトミックスの、ブルトレーをこの加藤のカプラーに合わせようと思ってこれ買ってきましたね。はい、20個入りで、10両分でね。で、あとは、まあこの間行った時に取り置きしてもらっておいた、マイクロのエースのキハ53の500番台北海道急行色やつですね。4300円でしたね。結構よかったです、走りがね。で、あとはまあ新品購入が、ホームの近代型延長部ですね、4010番一応お店で1300円と。で、このホームが乗るプレートですね、ホームを乗せるプレート480円ですね。はい、で、あとはね、本当に中古のジャンク扱いみたいので、このトラス型鉄橋、ね、古いトミックス、200円、ね。あとこれはレールがついていると思ったけど、これは下の部分だけですね。こんなやつをね、いくつか、140のやつと、これは99。で、中には158.5、どこで使うか分かりませんけど買ってきちゃいましたね。はい、中はレールがついていないんで、出てこい、呼ばれて飛び出てジャジャジャーンってハクションすればいいんだけどね、あれがね出てきちゃうから。こういうものですね。レールはついてないですね。で、各こういうの100円でした、それぞれね。日本入りのセット、レールは自分で乗せて使うわけですね。で、タイでね、何がやりたかったかっていうと、本をね、今日本をこちらですね、レールマガジンと、まあ、J トレイン電車本を2冊買って、ちょっと前にね買ったのはこの N ゲージ N ってやつですね。はい、で、タイデンが何をやりたかったかっつうと、これは、レールマガジンの本ですけど、このカシオペアが乗っかってるこの鉄橋をこの トミックスの、この鉄橋から改造して作ろうかと思って考えた次第です。で、あとこちらのね、トラスの鉄橋じゃない方は、デッキガーターというかプレートガーターというか、まあ、それをこちらのね、今ほどのこの高架橋をつなげて片方の線路を作って、もう一方がこの下側がトラスになってるやつをこの改造で作りたいと思ったわけですね。はい、で、こちらはね、新幹線の特集とかされていまして、今日は、模型屋さんで、アマゾンとかじゃなくてね、N のね、700、N の700の、
どっかに出てたかな。どっかに出ているのだろうか。N700 の新しく出るやつですね、トミックスの。どっかに載っているといいんだけどな。まあ一応6月にね発売する新しいやつをね、フル編成で新幹線初めてのフル編成にチャレンジで8両基本セットと8両増結セットをね注文してきました。そんな感じかな。で、まあ、先日のねヤマトとかね武蔵っていうカレー味のね、まあ、タイでねこっち方面も勉強していますのでね、割と戦艦とかそういうの、はい、そういう感じで、あとは、まあ、野島に電気屋さんですね行って、まあボーナス払いもできるということで、これでやると、はい、冷蔵庫と洗濯機が各37,692円で、2つでセットで75,000円ぐらいでしたので契約してきました。心配なところは、洗濯機が洗面所に入るかが心配ですね今ね。はい、そんなところでタイデンの買い物でした。ありがとうございました。